ザ・ドック・パウンド、ザ・ドック・パウンド、ザ・ドック・パウンドは、アメリカのヒップホップグループ。別名、DPG、ドック・パウンド・ギャングスタスまたは、DPG、C、ドック・パウンド・ギャングスタ・クリップス。競技には、ダズリ・リンジャーと、クラプトカラナル・デュオ。講技には、スヌープ・ドッグやその他の、準メンバーたちを含んだ、ロングビーチ出身のアーテストのチームである。 ドクター・ドレイの元ですローレコーズが設立されたとき、所属ラッパー、スヌープ・ドックのいとこであるダズ・ディリンジャーという人のクラプトによって結成された、スヌープ・ドックの射程分断的な位置づけのユニットである。1992年にリリースされたドクター・ドレイのアルバムにフィーチャリングされたのを皮切りに、デスローレコーズ関連作品にたびたび登場し、1995年には初アルバム、 ドッグフードをリリース。同アルバムは米国でダブルプラチナアルバムとなる商業的成功を埋めた。ドクター・ドレイやスヌープ・ドッグ、2パック、そしてこのドッグパウンドと次々とマルチプラチナアルバムをリリースして絶頂期にあったですローレコーズも内部はシュグナイトによる暴力的な体質に支配されており、1996年のニパックの暗殺しドクター・ドレイの離脱。 1997年のスヌープ・ドックの離脱と、1990年代後半には、長楽の一途をたどった。ザ・ドック・パウンドの主力メンバーであるクラプトも1998年には、デスローを離脱、ソロアルバム、カーアプションをリリースした。一方、片割れのダズ・ディリンジャーは、デスローレコーズのメインプロデューサー、そして副社長としてこの時代のデスローをほぼ一人で、支え、 同社によるコンピレーションアルバムをプロデュースし、1998年にはリタリーション、リベンジゲットバックをリリースした。1999年にはクラプトは早くも2枚目のソロアルバム、ズアストリッツイスエーマスアをリリース、また多くの客演をこなすようになっていた。1999年、ついにダズ・リリンジャーもデスローの体質に耐えられなくなり、離脱。 独自のレーベル DP、G リコーズを設立した。ダズは残された音源をまとめ、ソロアルバム、RAW をリリースした。そして2001年、たダズとクラプトは、再びユニットを再生。ユニットとしては2枚目となるアルバム、d i リ i n g e r y o u n g g o t t をリリースした。ザドック、パウンド名義は依然、デスローとの契約上使用できないことになっていたため、 DPG 名義でのリリースであった。デスローレコーズはこれに対抗して、デスロー内に残っていた音源を集めた、アルバム2002をザ・ドッグ・パウンド名義でリリースした。クラプトは3枚目のソロアルバム、スペース・ブギー・スモーカー・アデシーをリリース、新生、DPG が指導し始めた。2002年、ドッグ・パウンドの片割れ、クラプトが突如として再びデスローに加入した。 残されたダズ・ディリンジャーは、名誉スヌープドックや、スーパーフライラと組んでクラプト、およびデスローの社長シュグナイトを激しく非難した。ダズは、ソロアルバム、This is the Life, I ア e a d I Got Love In Tea t e p EP、共に2002年、DPGC、You know f what, I am Cellum Up,2003 年を相次いでリリース、その収録曲中でデスローレコーズ関係者を激しく、罵しった。 2004年には、ソロアルバム、I Got Love In t e ストリ e Streets, アルバムをリリースするとともに、残された DPG の音源を集め、ドッグパウンドの終わりと銘打ったアルバム、T Last of the Pound をリリースした。一方、この間クラプトは、メディアへの露出も少なく、また正規リリースもできない、不遇の日々が続いた。2005年、クラプトは、結局満足な活動成果を得ることなく、 デスローでの3年の契約期限を終了、離脱した、この時にソロアルバム、アゲンスト・ア・グレインがリリースされている。クラップトは、ダズとの和解も果たし、ユニットは再結成された。同年、再結成を記念して、ユニットとしては、通算5枚目となるアルバム、ディリンジャーヤング・ゴッチ・イー、ツア・サーがコンティーヌウェイ、オディ・ピージ名義でリリースした。ダズは、ソロアルバム、 ズアドックパウンドギャングスタイル P もリリースし、ドックパウンドの不毛な時代に終止符を打った。2006年には、ドックパウンド名義そのものも使用できるようになり、またコークレコーズと契約、ドックパウンド名義で、アルバム、キャリースアクティブをリリースした。同アルバムは、スヌープドッグの全面的なバックアップを受けている。2007年には、ユニットとして、通算7枚目となるアルバム、 ドックチットをリリースした。この間に、ダズのソロアルバム、ギャングスタ・クランク、2005年、早々ギャングスタ、2006年、ギャングスタ・パーティー、2007年、よびクラプトのソロアルバム、セイモデイ・リファレント・シット、2006年をリリース、1991年の結成から15年を超えても、なお非常に活発なグループである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。